1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。2月14日、セントバレンタインデー。もともとはイタリアで269年当時の兵士に課せられていた自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が、時のローマ皇帝の命を受け2月14日に処刑されたことへ追悼の意を表したものとされていました。そのため例年2月14日にはキリスト教圏でバレンタイン司教に捧げるミサなどが行われています。それがヨーロッパをはじめ各地域に広まっていくとともに、由来が形を変え、恋人たちが愛を誓い合う日になったとされています。また女性が男性にチョコレートを贈る風習は日本独自のもので、主にヨーロッパでは愛の日と呼ばれており、花、ケーキ、カードなどを贈るのが一般的だそうです。ちなみに日本でバレンタインデーにチョコレートを贈る風習になったのは1958年に、当時新宿伊勢丹に店舗を構えていたメリーチョコレートカンパニーが行ったチョコレートセールが始まりとされています。バレンタインにちなんだ記念日。バレンタインデーにはチョコだけでなく、ネクタイも男性にプレゼントすると喜ばれるとのことから、ネクタイメーカーが2月14日にネクタイデーの記念日を制定しています。続いてはイケメンの日。バレンタインで女性からチョコをたくさんもらうようなイケメンの定義として、見た目だけでなく中身もしっかりした男性とされることから、イケメンチップスをはじめとしたオリジナルのお菓子製造販売を行っている株式会社が2月14日に記念日を制定しています。ザ・ローリング・ストーンズの日。世界的ロックバンド The Rolling Stones が1990年2月14日に日本で初公演を行ったことにちなんで、ユニバーサルミュージック合同会社が記念日に制定しています。ちなみに僕の大好きな The Rolling Stones の楽曲は1966年リリースになりましたアルバム After Mass に収録されている The Rolling Stones 史上最も暗い雰囲気の楽曲、不意に始まるこのマイナーコードの旋律とですね、おどろおどろしいリズム、まあ、暗いを通り越してもはや不気味といった感じなんですが、さらにギターではなくシタールの音色がより一層その雰囲気を引き立てているんですね。まあ、唯一あまり変わらぬ調子でマイペースに歌っているミック・ジャガーも不気味ということなんで、ぜひとも皆さん楽曲聴いていただきたいと思います。放題では黒く濡れという楽曲で皆さんの耳に入っているかもしれません。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日。今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。